どうもマックス鈴木です。私は本日鹿児島県は薩摩川内市にございます甲冑工房丸武さんこちらに来ております。はい、はい、なんで僕が本日こちらに来てるかと言いますとですね、この甲冑、まあ僕の代表的なギャグ甲冑月中アイモン中あるんですけれどもあの甲冑月中アイモン中のおなじみの甲冑を作っていただいてるこちらがなんと工房さんなんですね。実はね、鹿児島県で作っていただいてるんですね。で、これ今ちょっと着てるこの甲冑、ちょっと見てたかこれ軽いんですよ、めちゃめちゃ。ただの甲冑ではございません。なんとウルトラ軽量化がなされた甲冑でございます。まあその辺はもろもろちょっと後でご説明したいんですけども、どうやら今ちょっとカメラを回していただいてるゴリちゃんがどうも僕のオープニングが好きだということなのでクソ真面目な編集されるのもちょっと僕的にちょっと申し訳ないなと思うんで、この辺からいつものオープニングに入りたいと思います。逆にね。ああ！ここからしばらく自由だと思います。ポチ！ポチ！ポチ！ポチじゃねえよ、逃げちゃダメでしょ。ポチ！うちのポチ！ポチ？ポチなの？この下り長いな。あれ？あれ？これポチじゃない。なんと本日は私一人ではございません。こちら甲冑工房丸武さんの社長さんに来ていただきました。社長さんどうぞ。はい、こんにちは。こんにちは、甲冑工房丸武の三代目です、加納と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はこちらの社長さんと一緒に、こちらの丸武さんの中をいろいろ練り歩いていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。早速、社長さんにご案内していただくので、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、まず工房をご案内します。はい。はい。一応工房、1,2,3 とあるんですけど、パネルで全部ちょっと説明書きがしてあって、日本語、英語、中国語、韓国語で、その各部屋の作業内容というのがこれでちょっとざっくり分かるようになってます。これ時代部屋です。エイジング作業を行うんですけど、塗装すると艶があるんですけど、それを艶を引かせるためにちょっと艶消しの塗料を叩いて乾いた時にまあちょっと古い感じが出るというか、そういう製法を行ったりもしています。こちらがほぼほぼ仕上げをするお部屋になるんですけど、糸をこう落としをしていく作業です。糸をですね、鎧の小ザネと小ザネをつなぎ合わせることを落としっていうんですけど、はい、あ、A と B くっつけるみたいな。そうそうです、そうです。あ、そういうのね。あれ、肩の部分、袖、あれは千葉県の佐原の文化財指定になっている鎧の修復作業。え、そんなことするんですか。やりますやります。はい、え、文化財指定ってその、はい、あれですよね、はい、それ言ったらめっちゃあれですよね、はい、貴重というか。貴重ですよ。あ、ちょっと兜見ます、置いてあるんですけど。本当ですか。はい、ちょっと見ます。ちょっと戻りますけど、リアルジャパニーズカルチャーだよ。ちょっとサムライリーを飛び越えてディスカバリー入ってない。この後、また第2期で衣装も全部作り直しするんですけど、でこれ本当、これも4,5 年前から動いてる企画だったんですけど、文化財指定になったので素材を新しくすることは協力できないっていうふうに言われて、修復はいいけど交換するとだって新規で作ると文化財じゃなくなっちゃうってなるので、はい、ここが三具部屋といって、はい、さっきの小手すね灰立ての縫い付けをする作業を行う部屋です、はい、こっちが衣装部屋で、今日ちょっと職人さんお休みされてますけど、今着られてる袴などもここで
全部奥に反物があるんですけど、あれから生地を選んでいただいて、特注のお客さんとかですね、選んでいただいて、あの好きな生地で好きな衣装が作れるみたいな、まあ、袴だけではなく、あの羽織とかですね、そういうのも作ったりします。ここがあの兜部屋になるんですけど、今この部屋が和紙部屋といって、あの兜は鉄で基本作るんですけれども、紙を貼り合わせて強度を持たせて漆で固めて形にしたものっていうのもあって、はいはいはい、実際あのうちが作ってるものの、9割は鉄、あとはその和紙を使って作ってます。これあの、はい、これ何ですか？あ、これ家紋ですね。あ、そうですね、いろいろ書いてありますね。あー、そういうことか。俺普通にこれタウカンかと思った。俺違うわ。鎧の注文の問い合わせで、あのフェラーリから来たこともあります。ロゴを作ってほしいって言われて。すごい。ここがあの鎧のすねを、足の部分ですね、すね当てを作ってる。木型に合わせて、はい、すごい。あ、部品的なというか、そう、型をこういろんな形があるんですよね。基本的にはこういう、ですね、板、後ろに板がいっぱいあるんですけど、あれがまず型になって、それをあの切り出しを行って、筋立てをして形を合わせて組み合わせていくんですけど、数多いものだと62枚とかあるので、縦1枚のやつが作って、ここがあの鎧の銅を作る部屋ですね。あの今着用されているこれもここで全部、はい、これの日本側の上にある、まあ、これアルミでできてるんですけど、上に乗ってるあの素材ですね。昔は、重い鎧はコンマ8の鉄板で作ってたんですよ。重くてテレビや映画でも着て撮影するのが大変ですし、武者行列でもみんなもう重かったので、それで厚さをコンマ8じゃなくてコンマ6ミリの鉄板で今はほとんど作ってるんですけど、まあ、それよりもっと軽くしようということで、あのアルミの素材を作ったりとか、あと和紙の圧縮紙の硬いのがあるんですけど、それを使ってあの作ったのはもっと軽いです。だからもうちょっと僕はこうふわふわしていられるわけですね。なんかそうですよね。そういうことです。お疲れ様です。この制作に今取り掛かるところ。ああ、正解でた実際に。ありがとうございました。ありがとうございます。うちの制作した鎧の展示と、まあ、なぜうちが鹿児島県の薩摩川内市で鎧を作るようになったかっていうことをちょっとこう書いてあります。でも色もシルバーじゃね？はい。これ真ん中のやつは島田紳助さんようにちょっとお作りしたモデルで、あの紳助さんサインをちょっと入れていただいて、一番右手が素材をアルミで作った時の素材で、左側が鉄板で作った時の素材。袖持っていただくと分かると思うんですけど、はい、こっちがアルミ、軽っ、むちゃくちゃ軽い。総重量で7キロ。7キロ、これで7キロ。7キロです、はい。俺7キロ以上増えてる。どちらが鉄板？ああ、もう全然違う。違いますよね。全然違います。全然違う。こっちは11キロあるので、で、これなんですよね。なぜ薩摩川内市で鎧を制作するようになったかというと、当時の撮影、映画の撮影ではレプリカ作ってる会社さんがなかったんですよ、鎧を。で、本物の鎧着て撮影をされてたんですけど、重いし古いんで壊れるので修理が大変っていうことで、あのうちの会長が鎧を趣味で作ってたんですね。で、それをきっかけに丸竹さんで鎧作れませんかっていう話になって、じゃあまず鎧塚金之助さんがあの被られる鎖片びらの頭巾を作ってみないかって言われて、作っ一番最初作ったのがこれなんですよ。で、映画で使われたのがですね、でずっと歴代の大河とかまで使っていただいて、うわーすげー。あ、星江と松野、はい、と名前ですね。
ちゃんが昔大阪城築400年祭の時に本物の鎧と全く同じ技法で作った鎧です。皮をちゃんとなめして作ってるので、鎧ってすごい重いっていうイメージもあるんですけど、実際皮なので軽いです。ガクトさんが上杉謙信役をされた時に新潟の上越市で謙信公祭っていうお祭りがあるんです。武者行列の祭りがあるんですけど、で実際謙信役されてた時に、まあ、これが南部その時使ったものと同じような南蛮刀なんですけど、それにサインをいただいて、西洋の、はい、で素敵な金縛りで使われる、これが紙の傷ですね。そうだ、はい、ちょっと持ってみてください。いいんですか。いいですよ。クロワッサンでこれイコールクロワッサンイコール本当に。あと映画で1名とかですね。あとランですね。この頃が一番うちの会社が儲かってたんじゃないですかね。1600両っていう数を作ってお出ししたので、はい、はい、これも、あ、これがあれです。原哲夫さん、お、楽天で注文が入ったんですよ。信長の、織田信長の統制不足の鎧注文します。原哲夫、原哲夫、原哲夫と思って、あらえっみたいな。でその時に、まあ、納品もさせていただいた時に、このラオウの作った兜を持っていってサインをしていただいたんです。ついに満を持して、はい、ラオウです。おお、豊臣秀吉。そうですね、秀吉はなんか聞いた話ですと身長が小さかったので、これで迫力というか、次の習得するのに最低でも、ゴリちゃんの島津学部すげえなこれ。そうです、羊してます。あ、羊してる、羊ですね。こう、胸が勉強もできますね。はい、はい、斬新ですよね。でも、ものすごいラーメンどんぶりみたいな。あ、黒田どんぶり、息子がアホだったやつ、はい、あれですよね。あー、ラーメンどんぶり3時間ぐらい入れろ、持って入れろ。マジでボケーっと見てるだけ楽しくないですか。すごいこれ、すごいっすよ。お、だってこれわかるよ。マサラ、マサラ見たからわかる。マサラって言うんだ。マサラってこれやつ。あ、ずっと右側のやつは、はい、あ、そうです。これが、地方鎧。ジュニアユース。はい、ここが、先ほど正面玄関でご説明させてもらった射的場です。おが、ね、引いていただいて、で、玉を、で、左手で狙って、惜しいな、外れましたね。難しいですよ。勢いやばいっすね。お、下落ちてるか。スナイパーの人たちが。めっちゃ面白いこれ。めちゃくちゃ楽しい。
いろいろなんか手続きとかね、ありますもんね。甲冑 T シャツ超斬新じゃないですか。そうですね。もうこれ、これを着てこれをかぶっていったらもう最強ですよ。はい、これはですか、ミニチュアの。あ、それあのボトルカバー。え？カバー？え？まあ、あのキープボトルにちょっとこれ着せといて。なるほど。これやばすぎる。でもね。はい、というわけで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。正直予想していた時間より大幅に押しまくるぐらいちょっと僕が楽しくて。すみません、僕ありがとうございました。いえいえ、ありがとうございます。ちょっと僕的に思ったのが、これお金取った方がよくねっていう。正直、最初すごく思いました。うん、あと作ってる工程とかももちろんね、普段触れ見れないようなものなんであれなんですけど、やっぱ正直あのね、展示館、まるでその歴史からあの鎧の部はあれはやべえ、やばいっす。僕ね、歴史とかってそもそも興味なかった人間なんですよ。本当申し訳ないですけど、だけど、なんかね、勉強しようって感じじゃなくて、あ、なんか知りたいなって思いました。わかりました、わかりました。ぜひね、来ていただけたらなって思います。いや、このカルチャーはね、実際見ていただいた方がいいと思いますよ、本当に。丸竹さんからも何か一言あれば。自分はあの祖父の代からずっとこの会社を引き継いできて、日本の伝統文化であるものとか、あの鎧兜の当時の甲冑師の方々が作られてきた形とか思いっていうものを、そのうちは今までこう引き継いできている部分もあるのありますので、まあ、今の職人さん、まあ、これからのあの職人さんの方々、ましてや、日本全国の方々とか世界の方々に、そういうあの思いをこの場所からあの配信していければなと僕の方は思うんで、入館料はもうあのいただいていません。もう来ていただけるだけですごく僕はありがたいので、この場所をですね、ぜひ活用していただければと思います。素晴らしい体験をしていただきました。ありがとうございました。カブト君を食べた時のにあのマクさんが着られてた鎧あったじゃないですか、紙でできた。実はこちらの方で府中で作っていただいたんですけど、なんとマックスさんのためだけに作っていただいたと。僕も実はさっき聞きました。サムライディングチャンネル、これからも頑張ります。